なたの記憶に残したいいなと思うタナです。私が今来ているのは中国と北朝鮮の国境の町である丹東。たまにね、北朝鮮の首都平壌に行く国際列車もこの丹東駅に来るそうです。で、丹東駅の駅前にはね、こんな感じで毛沢東の銅像もあります。これ後ろ姿だけどね、でげえな、中国って感じする。で、本日はそんな丹東からですね、列車に乗りまして、両島半島の先端にある港町大連まで向かいたいと思います。それじゃあ今日もよろしくお願いします。早速ね、丹東駅の中入りたいんですが、めちゃくちゃ寒いですね、丹東。丹東に限らず中国東北部はどこも寒いです。冷たさがね、肌に刺してくるような冷たさなんですよね。めっちゃ辛いわ。さっさと駅に入りましょう。で、今回ね、大連まで行くんですが、丹東と大連の間は高速鉄道ってのはありません。準高速鉄道に値するのかな。在来線よりもちょっと速い鉄道が存在します。最高速度200キロの路線、今日はそれで行きます。使用車両は CR200J っていう、ちょっと速いスピードを出せる特急電車です。高速鉄道ではないんだよね。じゃあ早速駅の中入りましょう。満州寒いからね、こんな感じでシールドありまして、暖房の熱がね、建物の中から外に逃げないようになっています。ってことでね、駅の中に入ってきました。駅の中めちゃくちゃ涼しいね。で、今日乗る列車表示されてるかな、11時ちょうど発の C540 って列車、2番線から出るみたいですね。はい、じゃあ早速改札の中入りましょう。中国改札2回あるからね。で、荷物検査とね、改札1回目済ませて制限エリアの方に入ってきました。これから乗るのはね、これ11時発の丹東発大連北行きです。 C540 列車、これがね、 CR200J っていう車両が使われる列車になります。このね、 CR200J って車両なんですけど、実はね、中国国内であんまり評判の良くない列車なんですよね。これどういうことなのかっていうのは後ほどご紹介します。ちなみにね、あだ名つけられていまして、ゴミ箱というね、愛称がつけられています。ゴミ箱、普通に考えて鉄道車両につける愛称じゃないんですけどね。今ね、いるこの待合室はね、普通に国内線の待合室なんですが、こっちにね、なんかね、国際線のね、待合室あるんだよね。おそらく北朝鮮に行く列車に乗る人はこっちに行けってことなんでしょう。今の時間帯運行ないからね、こんな感じでテープで入れないようになっています。すごいね。ここからいつか北朝鮮行き列車乗ってみたいですけど、北朝鮮に行くと日本人アメリカ入国しづらくなるんでね、はい、しませんって感じで。駅のね、待合室にこんな感じでですね、丹東駅の歴史が書かれています。昔ね、この丹東駅、日本が作ったんですよね。当時の名前はアンドンって名前でした。アンドンって書いてあるよね。満州国一の都市法典の名前も書いてあります。この辺の写真は全部日本時代ですね。日本とか満州国時代の写真ですね。すごい、めっちゃ歴史的なものを見てる。これ何かわからないんですが、昔使われていた身分証かな、それも展示されてますね。しかも中国側だけじゃなくて北朝鮮側のやつもあるわ。朝鮮人民会常任委員会ということで、ね、すごいね。他にも何かあるかな。あ、これ記念入場券みたいなやつかな。丹東駅って書いてあるね。写真に関してはね、日本時代のやつ結構あるけど、下の資料に関しては日本時代のやつほとんどないですね。全部戦後のやつです。だって中華人民共和国とか朝鮮民主主義人民共和国って書いてあるんでね、そんなに古くないかなと思います。そんなに古くなくても貴重だけどね、すごい。ちなみにね、今ね、中国の鉄道っていうのはね、こういう切符なくてもね、列車乗ることできるんですよ、身分証さえあればね。でも昔はね、当然紙の切符で列車乗ってたんで、その当時の切符も展示されてます。丹東って書いてあるね。発車の15分前になりまして、大連北行き改札始まりましたんで、早速入りましょう。この丹東駅すごいちっちゃいね。1番線と2番線しかないんだ。ちっちゃいちっちゃい。この丹東って街もそんなに大きい街じゃないからね、ただの国境の街です。じゃあパスポートかざして中入りましょう。ってことで改札入ってきました。あ、1、2番だけじゃないよ、もっとホームあるわ。上海本茶行きが2、3番で、自分たちが乗るのは
6、7番か7番線か7番乗り場から出るみたいですね。で4、5番線ホームは列車発着しないんだけど、社会主義革新価値観って書いてあるね。中華自民共和国共産党のプロパガンダです。親の顔より見る、うん、中国国内だと、まあ、じゃあっちこっちにプロパガンダあるからね。あそこにもあるよってことでね、エスカレーター上がってホームに行きます。いやめっちゃ朝鮮語聞こえるね。さすが国境の街、エスカレーター朝鮮語言ってるよ。あ、またここにもあるわ、社会主義革新価値観ね。今日やけに見るな。ってことでホームに上がってきました。もう車両いるかな。あ、寒い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 、早く列車乗りたいよ。列車、あ、いたいたいた、いました。こいつがゴミ箱 CR200J でございます。まずね、あだ名ゴミ箱って付けられている理由なんですが、複数あります。まず一つ目の理由はね、もう見た目がね、ゴミ箱みたいだからなんですね。うん、黄緑色で、確かにね、ゴミ箱みたいな色だよね。黄緑と黄色、マジでゴミ箱。今日はこれにね、大連北駅まで乗ります。これ大連北までしか連れてってくれないの、普通に不便なんだけど。大連のね、中心部はあの大連駅なんですが、大連北と大連ってね、ちょっと離れてるんだよね。おお、ビビった。今パンタグラフ下ろしたね。それでビリビリ言ってちょっと一瞬びっくりしたわ。このね、 CR200J って先頭に電気機関車がついていて、で真ん中はね、無動力の客車になっています。で反対側はですね、制御客車か、電気機関車がもう一度ついています。この列車多分ね、そんなに長くね、8両編成だから、客車が後ろは多分制御付き客車かな、うん、電気機関車じゃないと思います。こんな感じでね、両方に運転台があるので、まあ、電車みたいな感じでね、いちいち動力集中方式でも始発駅終着駅で入れ替えする必要がないというね、なかなか便利な列車になっています。真ん中のやつはね、真ん中の車両はね、ほんとただの客車なんで、在来の従来からある客車に色塗り替えただけだからね、うん、ほんとただの客車です。で今回ね、一等席乗ります。グリーン車ですね。値段がね、あの二等席と大して変わらなかったので二等席にします。まあ、車内ね、二等席こんな感じで2プラス3のね、5列座席になってます。まあ、普通のね、まあ、高速鉄道とかと変わらない車内ですね。一等は4列、二等が5列という感じです。いや寒いな、本当に。担当あっちがあれかな、北朝鮮側かな。うん、今自分は北朝鮮方面に歩いてます。まあ、北朝鮮入れるわけじゃないけどね。であっちのホームに泊まってるのがあれかな、上海本茶を行きかな。うん、高速鉄道車両です。今日乗るね、この列車は高速鉄道ではないんだよね。在来線、あくまで在来線です。まあ、だけど通常の在来線よりも、まあ、ちょっとね、速い速度出せるよっていう。最高速度200キロだからね。うん、まあ、200キロでも在来線としたらすごい速いけどね。お、なんか列車出ていきますね。あ、あれが上海本茶行きかな。じゃあ右に止まってる CR15 あれなんだろう、また別のとこに行くやつかな。すごいよね、中国の片田舎の町から上海まで高速鉄道1本で行けちゃうんだからね。すごいな。使用車両あれ復興号だ。近年のね、中国の車両ってね、大きく分けて2タイプあるんですよね。復興号ってのと若い号ってのね。今日乗るね、この CR200J は、復興号タイプの車両。一方ね、隣にいる CRH5 型、あれはですね、若い号ですね。これどういうことなのかっていうと、中国オリジナルの技術として中国がね、主張する車両は復興号の名前が付けられています。一方ね、外国の技術が導入されたものはね、若い号の名前付けられているんですよね。隣にいる、あの CRH5 型は、イタリアの技術が使われているので、若い号の名前が付けられています。一方ね、この、CR200J に関しては中国の技術が使われているので復興号という名前になっています。そういう違いがあるんですね。で今回の一等車は一番端っこ8号車ということで、これですね。はい、あ、制御付き客車ですね。電気機関車じゃないです、一番端っこね。うん、これね、編成最大16両まで組むことができて、16両編成だと両方ともね、電気機関車になるんですよね。だけど短いとこっち側はですね、制御付き客車になります。こっち側っていうか片方はね、
あ、復興号って書いてありますね。今日はこれに乗ります。このね、担当駅出発したらもう一つのね、この車両がゴミ箱と呼ばれるゆえんについてご紹介します。マジで見た目ゴミ箱みたいだよね。担当発大連北駅、こちらに乗車します。こっち側のね、先頭車取ろうと思ったらね、駅員さんにダメダメって言って怒られました。はい、じゃあ入りましょう。車内はね、2プラス2の4列座席ですね。で、あれか、座席固定式で集団見合い式ですね。椅子回転しないやつだ。こちらね、今日座る座席になります。窓際をね、指定したはずなんですが、おい、窓枠どうなってんねん。ここはまあちゃんと窓あるけど、ここ窓ないよ。悲しい。よいしょ、座ったんですけど、前後間隔もそんなに広くないかな。うん、ガチ外れなんだけど、ここ最悪です。 1F、 まあ若干ここから景色見えるけども、マジでゴミなんだけど、ゴミ箱ゴミ箱この車両言ってたらバーチ当たったわ。しかもね、この列車集団見合い式だからさ、あの座席回転しないんだよ。で、自分ね、進行方向反対側向いてんの。最悪だよね。うん、 CR200J 初めて乗ったけど、全然高速鉄道の方がいいね。普通の、あっちは普通に座席回転できるから。11時ちょうど、列車はね、始発の担当駅を出発です。目の前に従来型の客車いますね。25型です。塗装を塗り替えただけでね、この CR200J も全く同じ車両だからね。うん、まあ、若干仕様は違うけども、まあ、基本はね、この客車と同じです。ここにね、言葉結構重要なんで覚えておいてください。今いる担当から大連まで距離はそんなに離れていないんですが、この列車そこまでスピード出ないんでね、まあ、最高速度200キロと歌ってはいるけども、3時間かかります。結構かかるよね。今ね、自分進行方向と反対側に進んでおります。いや、なんだか変な感じするわ。うん、これだからね、集団見合い式の座席嫌いなんよね。ヨーロッパだとね、その集団見合い式の座席って結構あるけど、アジア圏でね、集団見合い式ってなかなかないからね。うん、外れ外れ。まあこれで3時間耐えます。しかも着く駅が大連北で、外れだからね。お、なんか車両いるわ。お、なんかめっちゃ国鉄色みたいな機関車いる。この前あれだな、大雪橋で見たやつと同じタイプかな。担当駅をね、出発して結構ね、勢いよく走っております。割と早いね。で、乗り心地なんですけどね、結構いいっすね。うん、まあ客車だからね、床下にモーター積んでないからそんなにね、揺れないんでしょう。あと音も静か。うん、まあ揺れに関しては若干あるけど、音に関してはほぼ無音だね。うん、まあ、デッキのね、扉開いてるからちょっと聞こえてくるけども、全然日本の電車の方がうるさいね。今のね、列車の乗車率なんですが、結構空いてますね。多分3割ぐらいしか乗ってないんじゃないかな。でさ、前に人いるんだけど、カーテン閉められちゃったよ。外の景色がね、全く見えなくなっちゃいました。悲しい。現在ですね、列車満州の大地の中を割と速いスピードで走っております。で、列車の走るこの路線、丹大線って路線です。丹東と大連を結ぶ鉄道として、割と最近作られました。開業は2015年とかかな。昔はね、この区間鉄道がなくて、昔ってか割と最近までかなくてね、一旦新余の方まで経由しないと大連まで抜けることできなかったんですよ。しかし、この鉄道ができたことにより、丹東と大連スムーズに結ばれるようになりました。新しい鉄道だからね、こんな感じで全線高架だしね。だけどね、高速鉄道ではないんだよね。そう、ちょっと強い在来線だから最高速度200キロです。しかしですね、これ一応在来線なんだけども、
新幹線と在来線ね、線路の幅同じだから高速鉄道の車両もですね、この区間乗り入れてくるんですよね。で、その高速鉄道用の車両とね、この CR200J で実はですね、その所要時間違うんですよ。結構違うの。1時間ぐらい変わるんだよね。で、料金もね、全然違う。今回ね、一等で担当から大連までこの CR200J の特急列車で行くんだけど、それだとね2600円でした。しかしね、高速鉄道だと1000円ぐらい高くなるのかな、3500円ぐらいになるんですよ。ちょっと高いなということでね、今回ちょっと遅いけど安い CR200J になっております。高速鉄道用車両とね、今乗っている CR200J 在来線用の車両ですけど、この短大線はね在来線ということで、高速鉄道車両でも在来線でも最高速度は同じ200キロです。しかしですね、なんで1時間もね時間の差が生まれるのかというと、この CR200J の性能が単純に低いからなんですね。高速鉄道用車両だったらね、まあ、200キロの制限速度だったら、まあ、200キロでずっと走れるけども、 CR200J がね200キロ出せるのって結構ね限られてるんですよね。平地でねずっとまっすぐな区間じゃないと、この CR200J って200キロ出すことできないんですよ。それ以外の区間だと、まあ160キロ、130キロとかね、割と遅い速度になります。だからね、所要時間の差ができるんです。あと単純に停車駅がこっちの方が多いとか、そういうのもあるかな。まあなんでね、それだけ高速鉄道用車両と比べてね、性能が落ちるのかというと、まあ、さっきもね言った通り、25型の色を塗り替えただけだからなんですね。まあ車内設備とかね、まあこの車両新しいから、ちょっと違うところはあるけども、基本はねもう25系そのまま、ほぼそのままです。色をね塗り替えたほぼそのままの車両なんですが、料金がね従来の25型よりもね全然こっちの方が高いんですよね。だいたい倍ぐらい違うのかな。びっくりだよね。色塗り替えてちょっとね客室の設備をね良くしただけで値段が倍違うんです。やばいよね。まあ、確かにね、従来の25型はね、これボックスシートだし、これリクライニングだからね、まあそういう差はあるにしても、倍はやりすぎだよね。こういうね、値段設定がね、ちょっとひどいってのもですね、この CR200J がゴミ箱と呼ばれるゆえんなんですね。しかもこの車両ね、デッキのところの扉、常に開きっぱなしだしね、ずっと奥まで見えます。お、なんかビュッフェあるな。ビュッフェ行くか。もうちょっとしたら。今乗ってるね CR200J ができたの結構最近なんですよね。2019年かな、デビューからまだ5年ぐらいしか経っていないシリーズになります。なぜねこの CR200J 作られたのかっていうと、まあ単純にね、まあ値段をね倍にすることによってちょっとの手間でね、それでお客さんから料金を取りたいってのと、最近ですね中国各地で高速鉄道できつつあるじゃないですか。それで従来の在来線とのね、まあ、差が大きくなっていたんで、客室のグレードのね、その差を埋めるために在来線のね CR200J これ作られたんじゃないですかね。最初の方ねあんま揺れないかなと思ったんだけど、ちょっとねスピード出てくるとちょっとね揺れますね。まあだけどね音に関しては客車だからかなり静かです。でさ、今何キロかなと思ってね GPS 見ようとしたらさ、ここ電波悪すぎてさ GPS 拾わないから何キロか分かんないんだよね。悲しい。通常のね高速鉄道だとここに何キロか出るんですが、この列車ね出ないんだよね。多分在来線だから速度出ないのかな。普通ね高速鉄道だとここに出るんですよ。今300キロですよとか、まあ、在来線だからねそんなに速度を重視してないから表示させないんでしょう。はい、じゃあちょっと今からねビュッフェというか食堂車の方行こうと思います。今まで一等車の方行ったけど、こちらね二等車の感じですね。なんかめっちゃインニ系新幹線みたいな座席モケットですね。なんか中国ね本当にねインニ系新幹線お気に入りみたいでね、もう座席めっちゃインニ系そっくりなんだよね。中国に E2 系新幹線だいぶ前に輸出されましたけど、もう椅子がそっくり。高速鉄道用だけじゃなくて在来線もね、もう E2 系そっくりだね座席。まあ車両の外観とかは違うけどね、椅子は本当にそっくり。グリーン車もねめっちゃ E2 系みたいだもんね。グリーン車ってか一等車か。列車現在
満州のね、雄大な自然の中を走っております。そこそこ早いよね。でさ、新しい路線だから、山があればトンネルで、川があれば橋を使って、より直線的に線路が建設されています。なんか丹東と大連の間さ、昔から線路ありそうな感じするけどね。できたの2015年なんだよね。昔ここは日本だったから、日本が作ったのかなって最初思ったんだけど、全然そうじゃなかった。うん。お、中国の国旗がなびいてる。めっちゃ近代的な路線だね。てかこのさ、 CR200J 乗ってて思うけど、天井すごい高いな。うん、日本の電車の多分 1.5 倍ぐらいあるわ。めっちゃでけえな。うん、そんな気にしなかったけど、これビュッフェかな。なんかいろいろあるけど、レンチンのやつか。ああ、レンチンだったらいいや。うん、なんか食べようと思ったけど、レンチンならいいや。やめだやめだ、戻ろう戻ろう。こんな感じで電子レンジがあってね、多分注文したら温めてくれんでしょう。普通のね、在来線の客車ね、この間ね、大連と新余の間で普通の在来線25系の客車列車乗ったんだけど、そこにもね、当然食堂車ついててね、その食堂車ね、ちゃんとした食堂車なんですよ。厨房があってね、めっちゃ熱々の料理出してくれたんですよね。だけどここはね、さっき見ての通りね、電子レンジだけということでね、ちょっと寂しい。うん、ちょっと食べる気失せたわ。あのですね、中国の高速鉄道もね、食堂車あるにはあるんだけど、あんな感じでレンチンだけなんだよね。この CR200J も高速鉄道と同じようにレンチンだけだったっていうね、悲しい。てかあれだね、普通車はみんなやりたい放題ですね。動画とかもスピーカーで再生してるし、ザ・中国って感じですよね。おお、なんか養殖でもしてんのかな。めっちゃ水が引かれてる。何の養殖かわからん今日ね。今ね、走ってるこの辺り結構ね、海が近いみたいで、列車の中からね見えないんだけど、だいたいね、こっからね5キロ10キロぐらいとこにね海があるんだよね。せっかく海の近く走るならね、海見えるようにしてほしいんだけどね、海が見えるほど残念ながら近くないんだよね。景色はずっとさっきから変わりません。畑の中をねまっすぐ突っ切っています。この列車ね、ほぼ各駅に止まるんですが、ところどころでね、こんな感じで駅通過します。駅通過するの気持ちがいいですね。ああ、気がつけばね、終点の大連まであと1時間ぐらいで着きます。案外あっという間だったね。うん、所要時間3時間だけど、もう2時間地面に立ってます。でさ、この辺りね、風が強いのか知んないけどさ、風力発電所がすごい多いんだよね。今ちょっと木で隠れちゃったけども、ほら奥の方ね、何本も立ってます。すごいね。 あっちの方もすごいわ。めっちゃあるね、風力発電所。お、海見えたわ。海見えないかなと思ったけど、ちょっと遠目だけどね、海見えましたわ。綺麗ですね。あれ日本海かな。もうね、列車だいぶ大連に近づいてきていまして、次の次がもう大連来たかな。あっという間です。しばらくね、長いトンネルを走りまして、トンネルを出たらもうここ大連の街中です。錦州区ってとこなのかな。高い建物が結構建っておりますね。奥の方は海が見えるわ。もうあとね15分ほどで終点の大連北駅に到着します。最後のね途中駅、錦州駅に着きました。大連結構あったかいな。うん、寒いけどね、全然丹東よりもあったかい。もうすぐね終点です。3時間の旅も間もなくおしまいですね。はい、ってことで今錦州駅出発しました。間もなく大連北です。このさ、 CR200J って在来線の車両でさ、別にハイスピードトレインではないんだけど、英語の放送ではね、ハイスピードトレインって言うんだよね。なんかちょっと詐欺臭いよね。全然高速鉄道よりも遅いしね、この区間1時間違うからね、同じ線路走ってんのに。
もうね、大連北の到着放送かかっております。そろそろ降りる準備しますかね。お、高速鉄道の線路見えますわ。まもなくね、到着する大連北駅なんですが、今乗ってきた短大線、その他にもね、高速線ね、新葉と大連を結ぶ高速線、それから在来線が乗り入れています。なのでね、線路3つなんだよね。3つってか6つか、伏線が3つの6つ、すごい本数だよね。担当駅から約3時間10分、終点の大連北駅に到着です。大連北駅すごい大きいな。もう、奥の方に客車列車いるね。本質的にはね、今乗っている CR200J も奥にいる 25K も同じだからね。車両は塗装が変わってね、前の電気機関車がちょっと流線形になってシュッてして、後ろにね、制御付きの運転台がついただけだから、もう本質的にはあれと変わらないんだけど、料金倍以上っていうね。うん、だからぼったくり料金です。ぼったくり料金取るからね、ゴミ箱とか呼ばれちゃうんですよ。あ、奥の方に CRH いるね。ああいう感じでね、めっちゃ速ければね、ちょっと料金高くてもあれだけど、別に大して奥の客車とスピード変わらないからな、これ。うん。ってことで着きました、大連北駅です。多分ね、大連北からね、大連駅の間ってね、線路の数が少ないんですよね。だからね、多分大連北止まりの列車が多いんだと思います。多いってか、まあ、割とあるんだと思います。大連まで行った方が圧倒的に便利なんだけど、多分線路容量が足りないんでしょう。ってことで降ります。自分はね、地下鉄で大連駅まで行くことできるんだけど、ちょっとめんどくさいので、もうタクシーで大連駅の方向かおうかなと思います。いや、でけえな、大連北駅。今回はですね、ゴミ箱とあだ名が付けられてしまうほど不人気な列車、CR200J 型特急列車に乗ってきたっていう動画でした。確かに色ゴミ箱だし、料金も高いしね、ゴミ箱と呼ばれてしまうのもまあ納得かなといったところです。はい、この列車は当駅止まりということで、みんな降りていきますね。いや、でも普通に大連北の場所さ、あまりにも郊外すぎて不便なんだよね。うん、今後ね、今日乗ってきた CR200J 本数増えていくみたいで、最終的にはね、従来型の客車っていうのはね、ほとんどこれによって置き換えられてしまうみたいなんですね。全部ゴミ箱になっちゃうみたい。まあ非電化区間とかあるから、最終的に置き換えられるのはかなり先になりそうだけどね、どうなんでしょうって感じ。いやー、この入り口とか出口か、めっちゃ人混んでるよ。頑張ってね、押していかないと、いつまでたっても降りれません。エスカレーター降りていきます。この動画はね、駅の外に出たら終わろうかな。もうエスカレーター、みんなさ、両方に立ってんだよね。みんな早く行きたいからね、結局両方に詰めるから、結果として行儀が良くなるっていうね。日本だったらね、片方ピーって開けますけどね、こっちは開けずにみんな両側に突っ立ってます。誰もエスカレーターの上で動きません。え、待って、寒すぎるって。駅の中も寒いの、どうにかしてほしいわ。今ね、改札出てきました。最初ね、タクシーで行こうかなと思ったけど、ちょっと地上に出るのめんどくさいんで、このままね、ダイレクトに地下鉄乗れますので、地下鉄で大連の方行こうかなと思います。それじゃあ、今回はですね、ゴミ箱と呼ばれる、中国の特急電車 CR200J に乗ってきたっていう動画でした。この後私はね、大連市内に行って、日本製のね、トラムが走ってるみたいなんで、それで乗りに行こうと思います。それじゃあ、あざした。